www.vidionews.com こんにちは、きょうは5月の2日の金曜日、えー、これが681回目の丸劇の「N コメ」です。それで、まあ、宮根さん、今日の「N コメは」は最初に、今日の本編、本編は、まあ、国立競技場、まあ、ちょっと。 宇宙船が降りてきちゃったんでね、うん。まあ間違った場所に降りてきちゃったの宇宙船が。この番組では何度も紹介してきた問題なんですけれどもね。うん、まあちょっと論点整理をして、うんえーこ、この段階から何ができるのかっていうところにポイントを置いたものですね。うん、でもまあいろいろ聞くと、うん、あのオフレコの話も全部総合して聞くと、うん、どうもあのまんまじゃいきそうもないっていう感じですから、うん、逆に言うと今これきっちり頑張ることに意味があるってことですよね。 どうせもうああなっちゃうんだろうじゃなくてどうもあのままでいきそうもないと。そでおそらくそれもね文科省の想定済みなんですよ<ー>オリンピックの誘致に成功すれば、ね、ザハリーとかどうなろうが別にいいんですよ、うん、だから1500億くらいはなんとか使いたいでしょう <laughs>、はい、いずれにそうですね、うん、それはねそこはいずれない一戦でしょうね、はい、おそらくねまあいいです分かりましたえっ、ー、とそれはねぜひ見ていただきたいと思います結構ね、うん、あのまあ何、えー、と言っても僕にとっては国立競技場は 聡明戦の決勝の場所だったりもしますので、ねまあ、あの思い入れもあるのであの非常に面白いというか重要な話だったと思いますあとは、ね、絵画館さえもその中にも飲み込まれちゃうかもしれないというような,なんかとんでもないことをまた悪乗りしてる人たちもいるということが分かって、ね、オリンピックをその言い訳にしてどうも、うん、大型大開発プロジェクトもしかするとそちらの方が本体かもしれないという話ですね。 やろうとしているような環境アセスメントが出てきてるっていうことも今回、ね、まあ新たな展開ですね、えー、その辺もちょっと継続的に見ていこうと思いますが、えー、ぜひご覧くださいそれでですね今日の N コメはずっと問題にしてきているあのこれ取り調べの可視化問題っていうふうに言い切っちゃうとちょっと話が小さくなってしまうところがあるのであんまりそうは言いたくないんだけどでもまあそういうふうに言うと一番 皆さんんがが何の問題かかかりやすいいじゃないかとつまり刑事司法全体が問題ですよあのミドルエイジと言われてますよって話し,しちゃうというあまりにも多いじゃないですか問題がその弁護士の立ち会いないよ可視化されてないよ、ね、大王勧告あるよ、うん、なんか22日間も拘束して,して自白しても任意性が問われないよとか <laughs> 全部言い始めるともうなんか、まあ、まさにミドルエイジとシャラップ問題になっちゃうので、まあ、とりあえず可視化 問題という,ふうにあの立てますがちょっとそのことで、ね、いろいろ問題があるということはあの一連の,あの検察不祥事も含めてずっと問題なたわけですよねそれが、えー、実はその法制審議会の特別部会というところでそれを議論していて何を変えなきゃいけないのかただ、いつものことですけどこういうのは何か問題があった不祥事があった問題があったじゃあ変えるために有識者会議開いた。 もう歯者会議がなんか出す頃には当時の,その問題点というのは忘れ去られているので、うん、むしろです、ね、やけ、ね、ぶどりていうんかすか柏泥棒ていうんですか分かんないですけどだね、うんまあ、柏泥棒,だ、ね、柏泥棒の方が近いんですけれな何かあの権益がむしろその悪い方に増えて、うん、元の話はどこ行ったんだとで実は可視化も現状ではそれに近いところがあるわけですよね、うん、その一部可視化みたいになっていて、うん、署名するところだけ。うん あのビデオを撮りますとだから自分の意思で証明してますよってことを証明するために使えれるけど、うん、その直前のやり取りが何にも見えないなんていうのは、うん、つまり検察にとってむしろその武器としてそのなんか撮影みたいなのが行われるっていうことになったら話が逆転してるじゃないかっていうところもあってね、うん、誰もね後ろからの二人バウルのようにこう何ですか手を持ってサインさせてるとは思ってないわけですよ、うん、自分がサインしてるんだけどそこまでの至る経緯じゃこれ何日交留された上でね どんなことを聞かされた上でサインしたんですかっていうことは何もなくてただビデオっていう話じゃおかしいんじゃないかとちょっとこれ気をつけなきゃいけない場面に差し掛かってるのかなと思うのが今回その「法制審」の特別部会のですね事務局思案というのが事務局思案っていう名前自体がもうほら エネルギーの問,題調査基本問題調査会で出て,出てきた、ね、選択肢を用意しているようで、重要なものをすべて除外した選択肢になってるっていうからですね、うん、で反対意見の人たちはそこで、まあ、抗議はするんだけども、うんまあ、多勢に無勢で押し切るっていうパターンがありましたので、まあ、とにかくこれがですね今回あの、えー、出てきまして、えー、そ,れをちょっとその中身をですねきちんとこれ見とかないと、えー、まずいのかな、これ出てきたのが、えー、特別部会が4月30日に開かれました。で えー、事務局から、えーまあ、最終答申のたたき台になる試案というものが出てきた、で報道が、ですねこれもちょっと後でご紹介しますけれども、これ、なんかちょっとどうなってるんですかね、要するに可視化されるんだっていう報道と、なんか条件がいっぱいついてダだめじゃないのっていう報道が両方あるとかですね、読売は相変わらず、ですね TPP も合意したって一社だけ、他が合意見送りで一社だけ合意してたっていう報じですけど、今回は可視化だっていうふうに報じてて。 あのなんですか、これ、コップの中の水があるない問題なんですか、これ、なんなんですか、この報道がここまで違うのは。いやまあ、それはもちろんあの、批判的なスタンスから報じるのか、ただ、うん、体制側というか、東京側のスタンスで報じるのかという違いだけの問題なので、あんまりそこはね、要するに、はい、ちょっとだけでもよくここまで頑張ったっていう人がいるっていうことなんですね。<laughs> うーんまあね勝力松戸郎さんゆかりの 新聞社なのでそこはいろいろあるんでしょうけれどもいずれにしてもですね、えー、ちょっとその辺も報道ではどうも本当の問題が分からないようだと思ったので今日はですね、えー、そこはきちんとやりたいと思ってあの、まあ、この問題では、まあ、やはり あのこの方だろうということで、あのゲストに来ていただきました。えっ、ー、と以前にもあの、えーま、刑事司法の問題でお話を伺ってます。西、え、条、ー、大学法学部教授のイブスキンマさんです。ウギさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、でもそんなわけなんで、はい、早速今回の試案なんですが、はい、あのまあいろいろ本当はお話を伺わなきゃいけないところでまずまあ大きく出てるのは可視化問題。えー、これ一連の報道では、はいえー、なんか。 可視化がとりあえずこう、えー、進むかのように受け取れる報道が多くて良、うん、かったんじゃないのと、うん、あの試案がというふうに、あのー、思っている方もいろいろですがちょっとまず、あのー、細かい話をさておき、はい、総論というか全体としてどうなんですか今回の,あの試案の評価です。特に可視化の部分ですね 確かにこれまで録音取り調べの録音録画というのは法的根拠ないまま運用でやってきたわけですからそれを法律上明記するということになったのは確かに法制度として取り調べの録音録画が義務付けられることになりますよということであることは確かに、うん、前進とい、ね、ううそですねといい、まあ、法律に明記されるようになるという点は確かにそうなんだけれども。 だけれどもポイントは今ご指摘あったように今でも取ってることは取ってるわけですよねじゃあそれは一体何のために取ってるのかっていうところですよね大きくは2つあって取り調べの成果っていうかこれが調書という形で文章にされてこれが証拠になって利用されるわけだけれどもその時に供述している人が「 まあ強制されて、強要されて言ったんじゃないっていうことを証明するために、まあ録音録画しておく。っていうのは一つ。そうですね。法律の言葉で言うと、認意の証明のためですよね。もう一つは。取り調べそのものが。きちっと適正に行われているかどうかっていうことを。チェックするっていう、この。二つの性格、目的があるって言われているんだけれども。もう、そこが実はあんまりはっきりさす。 しないまま、ずっと最初から来てるんですよね。何のために。そうなんですね。可視化するのか。ねうん、で。この曖昧な目的が曖昧な部分がやっぱり法律案になった時も。これ引きずっていただ、うん、きちゃったと。はい。どういうふうに、はい。 言えると思いますすねなるほどちょっとじゃあ今回のです、ねえー、まずじゃあ可視化の部分からお願いしましょう、はいえー、可視化についてこれ、まあ、あくまでまだあの事務局当局の試案なので、はい、ただ、まあちょっと後で出るかもしれないけど今回のですねその法制審議会の特別部会のメンバーを見ると圧倒的に、まあ、ちょっとこれはもうはっきり言ってしまえば、はい、お役所側の意向を受けた,た立場を取りそうな方が数ではどうも多いように見えると。はいでまあ その村木敦子さんとかね、あの、そほ監督とか一部、まあ、あの、えー、なんていうんですか。その、役所側じゃない人も入ってるけど、ね、まあ。一般有識者という。はい、ただ、まあ、明らかに、どうも多勢に無勢のところがあるので、ね、その意味では、この。役所から出てる思案というものは、かなり有力な。 ただたたき台というよただただにはかなり有力なものになる可能性が高いという意味で中身を検証しておきたいんですが、はい、可視化についてちょっと、えー、まずこの対象事件というようなのが書かれていたので、はい、それも含めてちょっとあの今回の試案にはどういう話になっているのか解説していただけますか A 案と B 案の大きな違いはですね、うんえー、裁判員制度対象事件裁判員制度の事件だけにするのかそれ以外。うん まで含むのかということが B 案の,、ねはい、の場合はどこまでそれを広げるかっていうことで、うん、被疑者があ身柄を取られている逮捕・拘留されている事件に、うん、えまで、えー、可視化の対象を広げようというところがまあ 大きなな違いになっていますり B 案の方がより広い、えーとえー、A 案っていうのは、まあ、裁判員対象になってる事件のみに二定提出、えー、してるんだけど B 案は検、えーまあ、察に対しては裁判員対象のみだけど、えー、検察に関してはさらにそれをえ身柄拘束事件の方が、えー、より広いんですね裁判員の対象になっていなくても身柄拘束というのはありうるので,で、ね、こちらの方がより広く、はい、まあ可視化要するにビデオで全部録画する。はい、これ基本はその案に対して一応全部取ると ういう前提での議論だという理解でいいんですけど。これ一応この、対象事件の論点としては。全部,全部取るということでない、ここまでこれは対象を限るという。うんはい、そこでね、先生ね、どうしてもちょっと聞かなきゃいけないの。そもそも、ええ、まず可視化の対象事件をその、はい、なていうんですか。限定するっていう話はそ、そもそもどこから出てきてるんですか、ね。かこれはですね、はい、まあ、いろんな根拠があるんですね。はい。はい、で。三十日の。特別部会の議事の中でも。うんうんうん まあいくつかそういう理由が挙げられているんですけれども、うん、一つはココスストト論ですね特にこの、まあ、今回は警察の取り調べは見送られているわけですけれども、うん、警察の、まあ、取り調べる事件数と取り調べる時間が長いということで、うん、まあこれは大変な時間がかかると。はい、で現在施行されている警察の録音録があるんですけれども、はいはい、これはおおむね 分分から20分ぐらぐいしか録音され、うん、録音録画されてないなな要するに長所、うんえー、を読み聞けしている部分最後の、まあ、なんていうんですかね確認をしている場面ですね、はいはい、そこだけぐらいしか録音録画されてないんですよね、うんうん、で、まあ、それも、まあ、時間があ取り調べ時間全部録音録画できないっていうのが一つの根拠になってます。うんはい、それから二、まあ、つ目はですねあの まあ被疑者や、えー、被害者やあいろんな人たちのプライバシーを守らなきゃいけないんだとうん、うん、いうこと、うん、それから、まあ、あ組織犯罪ですねこういう喋ったことによる不利益が生じてしまうんじゃないか。後から 暴力団のような方々にその喋ったことでやられたり脅されたりするということです,です、えー、とううね、はい。はいはい。あるいは仲間からの報復とかも恐れて、うん、暴力団のメンバー自身が喋らないんじゃないかというようなあのさまざまな理由がつけられて短くしたいとそれから、まあ、これはあまり当たってないと思うんですけれども。 もしたくさん録音録画してしまうと裁判官や裁判員がそれを全部聞かなきゃいけなくなるのは大変なご苦労だろうというですね、うん、わざわざもう前もってそのご苦労を察してご苦労論でいまさに録音録画時間をあらかじめ短くしておいた方がいいんじゃないかというですね、まあ、こういった理由もこれ先生、はい、真顔で、はい、例えば最後の話なんていうのはこの偉い先生方が。 ここんんなことを言ってるんですか思いやり論先生というかあの、主にこうしたことを、うん、いわゆるその抵抗論ですね、はいはい、示しているのは官僚ですねちょっとね、これ、今回の,あの名簿をですね、全部の方をもう言えないほど、なんかものすごい多い人数なんですね、法制審議会の、うんえー、通常の構成では、まあ、特別部会というぐらいだから、特別という、はい、<laughs> のかもしれませんけれども。はい 通常の倍以上ですね、こんな大きな法制審の会議はないものすごい人数が多くて、それこそ、いい感じともに、その後しかも幹事という、これはいわゆる宴会の幹事の幹事という感じなんですが、基本的にはお役人さんがほとんどで、しかも警察、法務省、それから裁判所関係とかですね、そういうそっち方、あと大学教授が何人か。 弁護士の方は、お一人だけですね、見るとね、ね小坂井弁護士っていうのが入ってるけど。はいはい、あ、もう一人、えっ、ー、と、仁先生。あ、仁先生からですか。2> 2すねはい、じゃ、えっ、ー、と、あ、本当だ、仁先生と小坂井先生、弁護士二人だけ。はい、でも、全部で、一二三四五六七八九十一に。十五人の幹事。はい。それから、この委員っていうのも、委員長も含めて、まあ、あの、二十人、二十五人、三十、はい、人くらいのかな、いるんだけども。ね、あの、驚いたんだけど。 この中で丸印がついてる人だけが法制審議会委員に、ね、なってるるていうことはつまり、これ2人しか委員がいないので、はい、と特別部会っていうのはじゃあ法制審議会の中の部会じゃなくて全く別の人たちがやってるってことなんですね。ので、官僚がもう3分の2を占めている。 まあえー、警視庁副総,副総監 <laughs>、まあ、とにかくちょっとメンバーはあのサイトで見てください、法制審議会の、えー、正式名称が新時代の刑事司法制度、ミ、まあ、ドルエイジから新時代に、ねえー、行く、えー、特別部会委員等名簿という名前であの出てますので今見ていただければと思いますけども、まあ、完全にあの、まあ、役人。 特にその司法関係者が圧倒的にやっぱりあの目立つような布陣になってますよね、はい、これはね、はい、ごめんなさい。というところでじゃあ,、まあそういう方々が、えええー、こういうこの4つの理由にしてまず事件を絞る、はい、でこれは、えー、とこれどっちにしてもこれちょっと翻訳が必要かと思うんですけどこれ、はい、えとどういうことになりますか例えば、えー、裁判員、えー、対象事件のみっていうことになると、はいえー、全体のどれくらいがまず 今の統計でうと全事ずか3判員裁判って全事件の3%しかない後半数の要するに非常に重大な事件そうですね被害者が死亡した事件を中心に中心にしたものと具体的なイメージとして言うと例えばこの委員にもなっている村木厚子さんの事件こういうものはこの中に入らないですそれから今ちょうど佳境にかかっている パソコン遠隔操作事事件件、はい、ああいいう事件も入らなそれから、うん、まあこれ可視化論議の火付けになった渋ぶし事件という投票買収事件12名の方が無罪になりましたけれども、はいはい、こういった事件も入らない、うん、と。 そもそもじゃ、あその可視化の議論を始めるきっかけになった事件が。き並み外れるよう、な最初をまず。そうなんですけど、それからまあ、司法監督、あの委員になってるけど、要するにあの。痴漢事件。も当然入らないということですね。その説明をしないと。まあ、そういう冤罪痴漢事件についての映画を撮ったのはそう。あの、えっと、それでも僕は、やそれでも僕はやってないでしたっけ、の監督なんだけど、まあ、要するに全部入んないと、こっちかね。 裁判員対象それからこっちはえっ、ー、とこの身柄事件っていうのはそうするとこの今の退避でいでどうなるんですか裁判員事件がというものがあって、はい、さらにそれとは別にこれ身柄事件というともうちょっと広いとです、ね、あの逮捕拘留さ,されているとい,いうケースですのでずっと増えることになります。ただうん、うん、ただだ例えばあのー 村木さんの事件でいうと、うん、参考人の人たちは身体拘束されてないですよね、うんうん、であと痴漢の取り調べも、うん、これ任意で最初はあの失身柄を取られないで取り調べられたりしますよねれ、はい、それから渋ぶ事件も、はい、ほとんどの人があの任意取り調べで虚偽の自白をさせられています。 じゃあこれ身柄事件というのはその被告がある被疑者が身柄が取られたというだけじゃなくてあのその人が身柄を取られてなければあの要するに任意の場合は取らあの録画しないという意味なんですか事件がどうこうじゃなくてその人が身柄を取られてなければといったらじゃあ,あの,位のものは全部取られないって録画されないということなんですね。 逆に言うと身柄を取られたつまり逮捕された場合は基本的には B 案は録画するというふうに検察レベルであるということですで大事なのはですね30日の特別部会では官僚出身委員はこの B 案にほとんど反対ですね。 <笑><笑>まあ反対するために出してきた B アンっていうエネルギーとかに出てきたゼロシですね極端に1個だけ出しておけばまあこっちに落ちるだろうっていうような,なるほ,どうんえほとんどが反対とでじゃあ,めまあ今のところ多数はこっちでいこうと裁判員対象裁判員事件のみが 対象にしようという方に今回の試案では傾いて立っている状況だということですね。なるほでその議論をですね字だけだとちょっと分かりにくいので図を使ってちょっと見てみたいと思います。これは古杉さんの考案された図ですね。でこれ X 軸と Y 軸とあるんですけど Y 軸の方は。 まあ被疑者の人があの取り調べられている時間のどれぐらいを記録するかっていうその100%だったら告知まで行くしあのまあ半分ぐらいとか時間ですね時間を表してますで右側はですねだから裁判員裁判だけっていうことになるとこの x 値が非常にこう低い値になって、え。ー まあそれ以外の事件身柄拘束事件までっていうとここら辺まで来て、うん、でこっに来ると全事件、ね、全事件という風になるわけですね、うん、だからこのこれを私可視化マップとか可視化の概念マップって呼んでるんですけど当然、えー しか化を広い範囲でやるっていうことになると単に事件を広げるだけではなくてその取り調べのどこからどこまでやるかっていうことも同時に見ておかなきゃいけないんですの取り調べの開始から終わりまで全部って言ったらこれが上になってその本の例えば説明しているところとか署名しているところだけみたいになるとそれで日本はまだ法制化はされてないんだけれども運用としては。 えこのぐらいのレベルにあるんじゃないかっていうふうに一応まあ置いておくとするとえどちらの方向に向にかかってこう立法すするるということがこう問われるわれけですよねでその話に行く前にじゃあ諸外国ではどうやってるのかっていうことをまあいちいちこう説明するよりもこのマップ上にこう置いてやるとまあ分かるんじゃないかというふうに思って例えばアメリカなんかの場合は。 やっぱりこれはコスト論があるんですけど、まあ、殺人事件とか重罪事件に限って、うん、だけど全部録音録画しますって言ってますれますそういうあのやり方を取るとこっちに来るわけですね、はい、で、えっと、例えばオーストラリアのように、えーまあ、半分ぐらいはやるとでっと、まあ、経済はやらないというふうになると、まあ、これぐらいかないオーストラリアはあの時間じ 結局も全面じゃないんですね。例外が多いってですね。はい。から、まあ韓国は割と高いところに置いてます。で一番まあ進んでると言われているのはイギリス、ニュージーランドですね。えイギリスはずっと録音できてたんですけど、あの最近になって録画も入ってきました。まあ録音の方がコスト的にはかなりこう安く済むっていうのがあって、まあやりやすい。それからニュージーランドは、まああの法律は。 遅れてきたんですけど実際には実務でずっとやってたのでこっちに置いてます。でじゃあ日本でどう方向づけるかっていうことですね例えば裁判員裁判所は全部やりますよってなるとアメリカ型になるわけですけどでも警察をやらないってことになると検事取り調べだけってことになるとこっちも上にはいかないうかそうかとですね。結局最初の48時間とかは入らないということですね。あるいは 交流段階でも検事取り調べじゃなくて、うんえー、警察でずっと取り調べ続けることもありますから、うん、そのあとこっちということになる。うん、で例えば自白してる部分だけあるいは調書を作った日だけとかいうふうになるとおこれは部分は少なくて、まあ、事件数はこう伸びるかもしれないけれども可視化の方向性としてはこっちになるということになると思います。これはあの えー、ま,まず、まあ、事件を、ねそのえー、制限するというか、えー、限定するというのはあのー、どういうその論拠があると考えればいいですか、まあ、さ先ほどのような理由が日本では言われているわけだけど、ねねまあ、全部やったら大変なので、はいまあ、ものすごい軽微なものについては、えー、もういいじゃないかというようなのは一つあると思うんだけど。ああのー、まあ、えー、っと 重いものについてはやろうっていうことであればじゃあ裁判員だけ、まあ、これ3%ですからものすごい今度は限定が厳しい感じになると思いますけど、えー、あのやっぱそれはあの一定の合理性があるということでいいんですかそのある程度、重いものにしよう3%に,にするかどうかは別ですけどある程度、いも何年以上のものにしようとか。数の多い アメリカのような国でそういったこう切り分けをするのは私はまあ合,理合理的かなというふうに思うんですけどじゃあ日本でそれが果たして合理性があるかどうかっていうことですね。で特にこの今回の議論がどうして始まったかということを考えると被疑者だけではなくて参考人と言われる人たちの供述を取るためにいわゆる見立てにあっ たストーリーを押し付けていってるわけですよね。うん、サインするだけですからね。うねねもうそれで参考人の人たちはこん負けしてしまって証明しているという,うん、うん、まこういう日本のま密室取り調べっていうのが議論のスタートになったわけです。うん、そ,そういう点では渋氏事件も同じ構造ですよね。うねうねもうほとんどあれは空中楼閣のようにあるはずのない話が出ち上げられてしまっているわけですよね。はいはい、それから。 えー、パソコン遠隔操作事件だってもうしやり得なないいようなテククニックを自白しているわけですね重要なのはやっぱりそういったプロセスが全く明らかにならないままで今回の改革のミッションを果たせるかっていうと私は果たせないと思うんですね。なるほど 一方でその、えーと y、軸側の,、はい、あの制限する限定することの是非という点ではそれどういう議論になりますか全部、まあ、でも一部でほら全部じゃないとこも実際にあるわけですそのこれは例えばどういうふうに韓国とかオーストラリアは全部は取ってませんと、はい、これはどういうふうにその彼らの国々では正当化されているんですか一つはですねあの拒否権を 被疑者がしゃべる側に認めるかどうかっていうことであるんですね、うん、でこれは選択権を与えるかどうかっていうのが、うん、一つの,あのどの国でも大きな、うん、あの議論になってます、うん、でと日本でもそれは随分議論されています。うん、はい えっと本人がだから断ればあのビデオを撮られることを別に撮ら,れ撮ら,れ撮ら,れ撮らないでもいいという仕組みになっています実は今回の試案でもですね、うんえっと、撮らなくていい理由を4つぐらい挙げてあるんですけど、ねはい、その2番目が被疑者が記録を拒んだこと、その他の被疑者の言動により記録をしたならば、うん、被疑者が十分な供述することはできないと認めるときというのを入れましたので、うんうん、これはまあ記録を。 拒否という態度を記録しないというとしてますね。で、まあ、問題なのはですね、うん、それよりも問題なのは次の2つで、はい、2> 被疑者が十分な供述をすることはできないというふうに検察側が考えるときは取らなくていいっていうことになってるんですね。でつ目があ暴力団員、うん による不当な行為防止等の法律に規定する、うん、いわゆる暴,暴力団構成員の場合も除外流に入っているんですけど一番、まあ、運用面で問題を生じるだろうと思われるのはこの3番目ですね。でこれはですね、えー、とこの試案が出る1年ぐらい前去年なんですけども、うん、基本方針というのが出た時にの B 案っていうのが まさにこの方向だったんですねだから今回官僚はうまくですねあの時に有識者の方とか弁護士委員からものすごい反発が来てあの時点の B 案を取れないっていう雰囲気が出てきたんですね。でほとんどのマスコミもあれには反対してたと思うんですがそれをうまくですね今回は条文の中に組み込んできたなっていうのがやはり 作文が上手だなっていう気がします。四つ、まあ、その取らなくてもいい場合ってのは入ってるんですよ。うん、今、伊吹さんがね、二三四紹介したわけ、ね、うん、で、まあ。二番が、その本人が嫌だっていう場合っていうのが二番ね、うんうん。で、まあ、えー、これは暴力団云々で、要するに、それを、まあ、身に危険を及ぶみたいな話が四番目。うん、で、三番目がね、伊吹さんが言ったみたいに。うん、あの、検察側が、まあ、取ると、あの、喋んないと思われる時は、取らなくていいっていう、まあ、とんでもない。それって入ってるんだけど。うん これ一番ちなみにね一番,番って機械が壊れた時ってて書いてあるんですよだからそういう理由の中にいきなりなんか無限裁量がスッとしかも四番目じゃなくて3番目に入ってくるっていうところがこれってほとんどあれですよねあの条文の最後にその他何々が必要と考えるものっていうのがよく入ってるのがコンピューターの,あのパソコンなんかのあれでありますけどそれと一緒ですよねこれね検察がいらないと思ったらば取るべきじゃないと思ったら取らなくていいって書いてあるっていう。 しかも3番目の項目だけやたらに文章が長くてわかりにくくなってるので警察の判断によって不都合が生じそうな場合には取らないと書いてあるだけの単に言えばいいんだけどそう言うとバレちゃうからしかも検察の主観で不都合が生じそうだと思ったら取らなくていいんだから。 その主観を拡張すればいつでも取らなくていいということな。だからこれでは結局は検察の判断に委ねるっていう決定がなされたっていう話でですよね。はい、で今はそれが運用でなされているんだけど、はい、今度法律的に検察の判断に委ねるっていうことが決まってしまうということになるから、むしろ悪法になる可能性があるということですね。と、ね、なるとね。う,ね、はい、うん、なるほど。まあじゃあわかりました。えっ、ー、と今のところはそこのまあその制限をするところで事実上可視化を。 なき者にしようとしてるような状況だということは泣き者というよりも自分たちのコントロールの元でのかっこつきの可視化をしようとしてるいるそれイコール自分たちにとって使えるいい方に使えるんだったら使うし実はですねこの間警察庁と法務省から可視化の実態報告録音録画の実態報告が出てるんですけれどもおおむねですね肯定的な。 現だからそれはやっぱり取っといた方が後で供述を翻されないとかですね、うん、自分が長所を作る時に後でひっくり返されない方がいいですし、うんでまあ、もしあの、まあ、聞,き取り聞き取ることができなかったような時はこうそれを聞き直せばいいわけですからおおむねこれ肯定しててこれ諸外国も共通してるんですよね。 もし本気で全部やめさせたいんだったらそういう声をと、うん、拾わないじゃないですかだから実はですねこれ導入議論から言われてたんですけど例えばミスター可視化と言われている小坂久志弁護士もこれは敵にしようをやる制度だというふうに言われていて供述の任意性を弁護人が争えなくなるんですようん、うん、法廷で。 だからそういう面では記録するっていうことは実はあの証拠を作る側からするとものすごく強力な武器になるんですけれどもそれだけにですね例外をいかに食い止めるかっていうことがあの制度設計の場合重要な鍵になると思うんですが今回はこの仕掛けを見るとですねやっぱりえ制度設計者側としては有罪を立証するのに 都合のいいいにししようととてる思ますこれ指宿先生としてはこのね一番の機械が壊れたみたいな話はまず壊れないようにバックアップ作っといて感じですけど2と4つまり2は本人が取られたくないって言ってるっていう場合それから4のちょっとこれ四も気をつけて拡大される可能性ありますけど暴力団員による不当な行為が恐それがあるみたいなところは。 そこはまあ,ある程度やむを得ないところという感じですか例外としてえとですねこれを暴力団で私は区切る必要はないんじゃないかなと思いますね例えば身体生命に危害が及ぶ実質的な危険があるときっていうことをまああの条件にするっていうのは諸外国でも見られストーカーなんかでもかなり凶暴な場合がありますそれからもう一つの 条件付けとしてやっぱり弁護人の同意といいますか、うん、えあの例えばあの法規書に、えー、被疑者だけじゃなくて弁護人も署名するというようなですねチェック、うん、あるいはその取り調べの、えー、上司ですね取り調べの監督責任者の,、うん、の署名とかですね、うん、そういう二重三重のチェックがあればですね、うん、私は部分的に、えー、取らない場合があり得る。 ということを否定するものではないですね。身の危険が及ぶ場合、ね、ということですね。はい、だからこの3番だけ、まあここは多分肝だんでしょうけど、元も々ともと3番のためにわざわざ1,2,4、はい、を入れているとこあるんでしょうけど、この3番目の検察側がまその判断するっていうのはこれはもう論外ということですね。で、まあこれをなくすこれをなくした場合に。 どううでしょうそのじゃあ、これがねまあ、ちょっとこれあまりにもひどいのであの代わりのものっていうのがわからないんだけど、うん、どういうものであれば、うん、あの乱用のリスクがなくてまあ、彼らがじゃあ懸念点として持っている何なのか僕ちょっとよくわからないですけど懸念点は自分たちの権限を失う以外に見えないけどこの3番を変えるもう3番やっぱどうしても3番自体を取らなきゃいけないんだけどそれとも何かもうちょっと別のものにすればこれはあのなんですか張り得るのかっていうのはどうでしょう。う そうですねまあ、一つは、えー、情報の取り方を別にすするということですね、うん、例えば、うんえー、取り調べではなくて、うんえーま、日本にはまだないんですけれども、うん、例えば裁判官の面前で供述を録取する機会を与えて、うん、これを秘得するような、うん、あ部外には漏らさないような、うんえー、制度を設けて、うん、そうするとあの まあ一種の尋問みたいな形になりますけれども、うん、で、えーまあ、しゃべる側にもお一種の、えー、安心感を与えることによって機密クラシファイ、うん、諸外国でやられている,るクラシファイとして機密扱いにして安全性を図るというような別の手段を設けて全てを検察警察のその なんていうんですかね支配領域の中で完結させようとするからどうしてもこういうことになっていくじゃないかなと思います。うん、これあの委員会は一応議事録は出るけど、えー、そもそもこれ自体はあの、えー、公開されていない。そうですね、うん、これはまああの法制審全体が法制審が公開されてないな、ね、だからまあちょっと審議会っていうものがまあ。 基本公開されてない法務省の場合ですかです、ね、まあ他のところは今ずいぶん開いてるので,いいです、はい、そもそも可視化を議論する場の可視化問題がそもそもあるっていう問題がある,、うんね、あるんだけど、はい、でもとはいえねこの今の今佐藤秀彦さんという方は元警察庁長官でいらっしゃいますよねでね。はい この委員、えー、の見てもですね元検事総長ですからね検事総長警察と検察の元トップが入っている入っているそれからあと警視庁の副総監とかですね、はい、あと警察庁刑事局長とかですねこれこの方たちが入っていて、はい、警察の何て言うんですかその、えー、可視化要するに警察の権限をどういうふうにするかを決めるっていうこと自体が、はい 問題にならないやつからおっしゃる通りで、つまり、この。利益相反っていう。利益相反、まさにですね、規制される側が。意見を言ってるんで。意見を言えるような。まあ、裁判所も含めてですね。今日の、そこまでの話できるかどうかわかりませんけど、例えば人質司法と言われる問題もありますよね。で、これを作り出しているのは。あの、警察や検察だけじゃなくて、裁判所の責任も多いわけですけれども。はい。もう、そういうものも含めて。 規制や議論の対象とされる側の人たちは、ねうん、一切排除しろとは我、ま、では言いませんけれども、うん、多数を占めるようなよあの構成員になっているわけですね、うんで。検察の在り方検討会議はまだですね、うん、あの少数派だったわけです。検察、うん、そうですね け警察の人たちはですね,ね、まあ、あの理解を示す方は他にはいましたけど、えー、当事者以外でね一応出身と母体として、ね、露骨な出身母体はそうでした少佐、えー、でしたねところが今回はそれが全く逆転してしまって、まあ、土俵作りにこう失敗しているというふうに言わざるを得ないと思いますね、うん、でもまあ宮田さんもうその聞いた段階でほとんど意味,意味ないじゃないですか要するにその人たちが 警察や検察の権限を、ね、大きく制限するものを作るはずがない,かいその、ね、そのさっきこの3第3番目の条のつまりです、ね、あのこういう判断を、ですね、こういう判断の根拠に関する多分レポートとかですね、何らかの多分メモを残しますよね,ね、どうしてそういう判断したのかって。 それを言わなきゃいけないんですか、なんで今回、録画しなかったかっていうようなことは。いや、そこが全く書かれてないわけですね。つまりね、それが書かれるかどうかってことは大事ですね、で、それが書かれるとなるとね、警察の個々の取調べ官がね、そうしたものを書くのってのは本当大変なことですよ。っていうか、むしろ無理。つまり、なんでか、正当化しなきゃいけないけね、取らなかったことを、これこれ、こういう理由でだっていうこと、そんなことできない。だって、フォーマットの文章しか書いたことない。 多分選ぶよよううになってんっんですきと理由をそうね <laughs> 今までだったらそうですよね。うんうん、そういう意味では現場を楽にするにはもう原則義務っていうふうにう、ね、しといた方がいちいち考えなくて済むんですよね。ねねうんうん、なるほどこれねちょっと指宿先生にはあの今回可視化以外にもいろいろ問題があるので、えー、ちょっと聞かなきゃいけないんだけどやっぱちょっと可視化のところでね、えー、ちょっとこだわってあの聞きたいんだけどこれ何ですかその。 明らかにねこれ見ても分かるように、はい、先進国の中で、ねまあ、日本がこの、えー、国連人権委員会でミドルエイジと言われる、はい、まあゆえんっていうのはもうこれ見ても明らかなわけですよね。ねでまあどっちに行こうかみたいな話になってるけど、はい、要するに今,の今はここにいることにはもう、はい、間違いはないわけですよここにいることにはね。はい、でで実実際法制化されててないって意味では,実は論解 ここののの外にいるわけです本当のこと言だからそれから言うと明らかに先進国としては、まあ、恥ずかしいような刑事司法の制度をしていてね、うんうん、でしかもこれはビデオの可視化の部分だけじゃなくて弁護士の立ち会いもないし、えーまあ、先ほど出たように令状もボンボン出ちゃうし交流令状もどんどん出ちゃうしっていうこともあるし、まあまあ、どれを取ってもですね20日間で 2, 2位制が OK っていう国が、はい。 先進国で他にあるかか、はい、って問題とかねいやおっしゃる通りで私今世界の警察を回って可視化の現場を見てきてるんですけどもそこで利用されているいわゆるあの録音録画機材っていうのを多くが日本製あるいは日本企業の名前が関してあるんですねこれ実際の名前って言っちゃっていいのかどうかあれなんですけど。 さすがに韓国はですねサムソンがもう圧倒的なんですけど外国では日本のどこのが結構警察では使われてましたかえっとですねソニーでしょそれからパイオニア今はパイオニアっていうのがビデオカメラとかデッキとかそういうマイクとかですよね。 じゃ、あ彼らは外国では営業してるわけですね。そういう。あまあ、それは現地法人だかけ。日本の企業がわざわざ、うんうんうん。でも、でも、わざわざね、その、えー、そういう警察とかに営業してて、日本では、まあ、警察には、まあ、営業できないわけですよね。可視化されてないから。あいや、あの。うん、警察庁も。検察庁も。ちゃんと。 持って持ってはいるんですが、もうすでに使ってないあるいは義務化されてないというだけですか。いや使っていることは使ってなく、すごい短い時間。要するに自分たちに有利になるような形でしか使わないっていうような意味でね。ただあのたまにあの弁護側に有利になるケースもあって、これ一つ大きな問題になったのは大阪の検事取調べのこの録画風景ををが記録されているあの署名多いのところが 記録されてたことによって妊娠が飛んで無罪になったケースがあるんですねこれは兄弟の間の殺害事件ですけど逆にな,なんでそれが自分の意思で証明してたのにそれに妊娠が問われちゃったんですかそれ終わってから実は俺は殺すもじゃなかったって口では一,一生懸命言ってるんですよ証明をしてるんですけど,すけどその後で,で、ねうん、つまり本当に分かってないわけですよね一般の人はこの署名したらどうなるかなんていうこと その部分が法廷で再生されたことによって認性が飛んで口で否定しながら署名しちゃってるというようなことですよねこの場面を弁護人が NHK に提供してそうですね放映されてしまったことで懲戒請求を受けたんですけどこれは非常にレアかもしれませんけれどもきちんとそこまでが 記録されて人生がいや着せずして自分たちに有利になるつもりでいや、まあ、録画しないとかやっても<ー>着せずして逆にそれがまあ不利になることもあり得るってうで,そうです、ね、でもそれはあくまでまあ予期しない場合に起きたって、ね、いうことであって、はいまあ、も。ですよね,すよねそれじゃ、うん、はい、だからそこでねもうちょっとずばりお伺いしたいんですけどこれね 明らかかにやっぱどうう見ても誰か聞いてもも誰聞いいおしとと思うことなんです別にこれはなんかこう悪者の味方しろって言ってるんじゃなくて適正な,適正なそのプロセスできちんと裁けと、はい、本当に悪い人間だったらそれは裁くべきだし、はい、そうじゃない人間を冤罪みたいなのをこれだけ出してるのに何とかしろっていうのは、まあ、誰でも分かる話ですよねでもそれが日本でこんなに実現が難しいっていうのは単に警察とか検察がやっぱりすごく権力を持っているとかあるいはまあ怖いですよね、うん、存在として。それからまあメディアも いろんな意味で一つはまあ、うん、そのリークとかなんとかもらわなきゃいけないの、うん、そういうような形で自分たちがそのまあ力を持ってるから変えられないっていうだけなんですがちょっとそれだと,とあまりにも情けない感じもするんですけど、うん、そうやっ,ぱやっぱそういうことなんですかこれは、うんまあ、権力の問題よりも、うん、やはりその取り調べ室っていうのは一種のまああのなんですかね、うん、まあ誰もタッチできない 空間なんですよねそこを犯されたくないっていうことなんじゃないですかね、うん、この場この空間この時間をうん、うん、外界から遮断しうん、うん、弁護人の助言も受けさせずにうん、うん、でこのまま自白しなかったらもう社会からもう取り残されるっていうようなうん、うん、心境に追いやっていく中で自白を取っていくもうこれがたとえこの怒鳴ったりですね暴力を振るわなくても 人々は自白をしていく追い詰めるわけです、ね、そうなんですねこれを事後的にではあれ、うん、検証されたくないということなんなです、ね、されたくないしもし彼らがそれをツールとして使えなくなったら、うんえー、やっぱりどうですか日本は、えー、今刑事司法をかなり弱体化するんですかつまりそれ,それがあるからまあ何回かに1回冤罪も出ちゃうかもしれないけど、まあ、やったやつは、まあ、入ってるんだと、えーね。だけどそれができなくなくると今の まあこれ今後ね他の問題にも与えている捜査権限の拡大もじゃあ必要だとなぜなら今の捜査権限ではその手法があるからまあこれができているけどその手法ができるのに使えなくなる人質調ができなくなるんだったらあの警察は悪者を捕まえられなくなるとやっぱりそこもそういうふうにですね本気で私は信じてると思いますね警察検察は、はい、そのいい悪いは別にして自信がないってことねでもねまあまあそういう言い方もできるしやはり それは制度を変えた時のその将来に対する自信がないっていうふうにも言えると思うんですね。で、でね、この不安っていうか彼らが持っているそのうん、うん、取り調べ質万能主義といいますか正義論はこうほとんど信仰に近いですね。そうか。そこが一番最大のポイントなんですね。そうなんですね。<laughs> ええ、そう信じている人たちを説得するのはこれは。 とっても大変なことある。信仰にしきいがあり、薬で何言ってもダメだ。ええ、だから彼らだって殴ったり、あの、うん、もう暴力振るって自白を取るなんていうことはうん、うん、もちろんダメだっていう,ふうにうん、うんも、もちろんそれはっ、えー、思ってるわけなんですけどもね。伊武先生ね、あの確かに日本は従来そうやってきたので、えー、あの今までのやり方を通用しないという意味ではね。えー の他に選択肢を知らない人たちは当然不安に思うでしょうねしかし例えばその方々をね伊吹先生が回ってらっしゃるように各警察署あるいは検察の取り締まりの場面あるいは彼らが受けてる研修そうしたものをですね見てなるほどこういうふうにやるのか自分もねまあ自分たちはやってこなかったけどもこういう選択肢があるのかってことがね分かるような形で。 彼らが学ぶという可能性こういう選択肢を置くとどうなりますかねいいポイントですね実はですねえっと世界中でこの可視化ブームですね録音録画ブームが起きてどうなったかっていうとその国も以前はですね日本と同じようなことをやっぱりやってたわけなんですねでも録音録画されることによって変えなきゃいけない怒鳴ったり 長時間あの閉じ込めておくことによって自白を取れなくなったじゃあどうするかっていうことでこの尋問技術を洗練するという方向に行くんですね。で、まあ、あまり長々と話してあれなんですが最も進んでいるイギリスはですね取り調べ訓練所っていう学校があるんです、はい、でこれは艦、まあ、が運営してるんですけれども例えばですね学校の先生とかですね えーまあ、インタビューしなきゃいけない職種の人は保健の調査員とかですねあとあるいは軍隊でそういうあの、まあ、警察のような仕事をしなければいけない人とかですねいろんんな人が勉強に来てるんですで当然警察官もいて警察官は自分の階級とは別に取り調べのスキルによって1級から5級まであって。で 連続殺人犯とかテロリストは、この五級じゃないと、取り調べできないし、五級の人たちが教師役なんですね。とと部長よりも部下の方が、そのクラスで。上、に上。でも、まさにそうなんですよ。階級では下の人が、取り調べについては、上っていうこともあるんですね。で、まあ、あの、普通に、一級、二級、三級はどの警察官でもま、まあの、取ることが推奨されてて。 で、もう何週間にわたって主に心理学者による訓練を受けるんですけど私も訪問したんですけど小さい教室で別室の模擬取り調べ室の様子がビデオでこうあの中継されていてみんなでこれを見てるんですね。で、被疑者役の先生と、えー 警察官の生徒たちの間で模擬取り調べをやってて実際も録音録画されてますけどその学校の中でこう中継されていて、うん、でどこがいいとかどう方が悪いかっていうようなことを実地で学んでいくようなんです、うん、もう本当にあの経験的な訓練がやられてる。うんで でそういうものをどんどんソフィスティケートされていくと学会みたいなのもあるんですよ取り調べのスキルをめぐる学会みたいなのがあって科学、まあ、主に心理学者たちが警察官の人たちと一緒に研究してるんですね。で面白いのはですね2008年ぐらいまでそういうところに日本の警察関係者は来たことがなかったんですけど急にですね増えたんですよ。だから実は 警察も表ではものすごく反対してるんですけどもやはり次の時代に備えて今の日本今までの日本の取り調べだけではだめだっていうことはやっぱり気づいていてその研究っていうのをさせているようですね。そうそうとしますとね指宿先生ね、ええ、今その警察がですねこれあの全面的に拒絶している背景には今の捜査員たちのスキルでは。ええ このスキルを前提にした状態で制度変革だけなされると基本的には取り調べの能力においておそらく警察の使命を果たせないことになるだろうということで実は水面下で準備をしていてそれなりにスキルが蓄積されてきた例えば先生がおっしゃったように研修とライセンス教有みたいな形でそれなりの実績が内部に出来上がってきたところで イエスっていううになるる可可能性は可能性性はあると思うんですね実は 1>,、うん、えっと1年ぐらい前に警察庁の中にこの取り調べ技術を専門に研究する部署がちゃんと設置されたんですね、うん、まだ小さいんですけど、うん、それが一昨年の暮れにですねこれは北海道大学の中教授が監修された取り調べの基礎編っていうマニュアルが配られました。うんうんで 徐々に今おっしゃったようにこう中でもこうスキルをこう変えていこうという動きがあってとにかく今はこの警察への導入を遅らせることがミッションで時間を稼いで,るで稼いでるというふうにも思思えると思います、まあ、時間を稼いでいると取る,取る人たちもいるしもう本気でただ単に反対している人も多分いるでしょうということですよね。はい、もう一切それが起きられがらないいと本気で思っている人も まあ要するに皆さんとにかくね社会のえ安心安全に支障が生じるようなえ録音・録画の制度設計には賛成できませんという思う、はい とともうとにかくいやでもそれは僕たちだってそれはそうでその新しい制度をね導入することによって取り調べる能力が著しく劣ってしまうようなことになるのであればねそれは後遺症の方が大きいってことだってありえますよね困るただその基本的にはその公正であることあの先ほどおっしゃったようにですね任意性をですねあの証明することによって検察や警察の側に加担するような記録方式ではなくてねあの ではなくて、うん、公正さを、ね、担保するっていう観点からそ、ね、その公開させるってことはそれはとても大事なことでこれからも要求していく必要はあるんだけども、うん、あのそれだったらねあの本当だったらあの5年の時間をくれ、うん、5年したら5年の間に研修とライセンスをやるとかっていうふうなことをね本当は検察の側も検察の側もやってほしいですよね、うん、そこはね。 ぐらでそらくこの録音録画されても大方の事件では大丈夫だっていう感触を現場の捜査官たちも持っていることはアンケートかからら明なんですねだけど彼らはやっぱり不安である程度自分たちでコントロールしておきたいっていうところがどうしても譲れなくてそれが検察段階ですけれどもここに今回の試案に反映されてると思います。はい なるほど。じゃあまあやっぱり厳しく要求していくからこそ、あもうこれは時間の問題でダメだなと思うから、まあそういう研究を始めるということなんですね。ただあとですね、もう一つ申し上げたいのはですね、録音録画してるといい取り調べを教材にできるんですよ。なるほどね。そうですね。でこれはねあの。 さっきイギリスでは訓練でやってるって申し上げましたけれども警察官たち自身にとっても素晴らしい落としのなんとかってあいいるじゃないですか伝説的なねそういう人のやって実際のを見ることによってねどれだけいいあの取り調べ感が生まれるかと僕は思うんですよねいい共有できると先のレベルが上がる可能性があると思うんですよね今まではその人と一緒に取り調べにいた人しか見えなかったんだねその周りしかないわけったで ずいぶん警察に対しては温かく見守らなきゃいけないということですね、これは彼らが不安じゃなくなる。ただね、そこでちょっとまあやっぱ聞かなきゃいけないのは不安であると、ええ、つまりこれを、ね、可視化なんかするとかあるいは弁護士なんかを立ち会い認めるなんかすれば。ええ まあ今まで有罪にあるいは起訴できた人ができなくなるとかね、えー、っていうことで不安だと、えー、だから不安のような状況はただこれ彼らが不安に思ってるっていうんであってあくまでそれで本当にその社会の安心安全に支障が生じるかどうかって別問題じゃないですかです、はい、でそこはもちろん彼らの意見っていうのもあのあ参考にしなきゃいけないと思うんですけどどうなんですかつまりそのえ本当にそうなのか。 ね、つまり皆さんもね、ええ、一般の方もそれをじゃあ,、まあ確かに可視化していくのは大事だと思うし、ええ、まあ冤罪でこれだけ出てるわけですからね。ええ、だけどそれをやって本当になんかもう 犯罪者がその辺にはびこるようであればそれはちょっと困るなと思う方もいるんではないかとでだったらまあやっぱりそんなに無理に可視化なんかしないでもって思っちゃう方もいると思うんだけどあのそこは気をつけないと結局そのて言,うんですか言い訳に使ってそれをまあ要するに治安を人質にとって自分たちの権益をねそこら辺はどこの辺に線を引けばいいですかはい、はいあのね、線が引っ、ね、ていうか法政治の特別部会は全く線を引かないで、うん その不安を取り込んで今回の試案が出てきたんですね、うん、それがこの取り調べ以外のポイントにこと,で,ちょっとですね。で、うん、この中で一番まあその、うんうん、お可視化されることによって取り調べが従来のようにはいけない、うん、自白が取りにくくなるんだっていうことで。うん えしかもまああの検察のあり方検討会議も取り調べにだけ依存するんじゃないえ捜査をやれっていう,こう提言をしたので、うんうん、ということでですね、はい、この一つはこの盗聴,盗聴法ですね,ですね通信防受を対象犯罪を拡大するとかまあ面積制度これはあなたの刑事責任を問わないからえ他の人たちの情報を 出しなさい。というですね。はい。こういうことですね。だから、まあ、法取引ということで、これもある意味で取引ですよね。そうですね。要するに、あの、仲間を売れば許してくれるっていう、あの、公取はすでにやってるやつですよね。で、自分だけの、えっユーザーに関して、協議するのが司法取引で。まあ、他人の刑事責任のために協力するのが、まあ、面積っていうことですね。はい。で、いずれも、まあ。 あるある犯罪を摘発を有罪にするのにまあ有有力だ有力有力手法だということで取り調べ可視化するのは入れてくれ。まあ一種の捜査権限の拡大ではあるわけです、ね。そうですね。ねあるいは,はまああの検察の権限の拡大ではあるんですね。はい。でもこれもちろん捜査権限の拡大だし。唯一この可視化と並んで被疑者被告人に有利と。 される制度がこの一番下の証拠の一覧の開示なんです。そうですね。あくまでね。しかもね一覧も開示もですね先ほどの可視化と同じでですね抜け穴があるんです。でちょっとこれ見ていただきたいんですけど一覧の交付制度ですね。 一覧表を交付することにより次に掲げる恐れがあると認めるときはその恐れを生じさせる事項の記載をしないことができるものとするこれの、えー、と6の1の何番ですか たのに、検察官は一にかかわらず一の事項を記載したチラ表を降ろすことにより、次に掲げる恐れがあると認めるときはそのそれを証実する事項の検察官ができがだから最良で出さなくていいこそうなんだ。これ裁判所や弁護人の関与全く入らない形で、検察官決めていいと。はい、決めていい。一の三のこれひどいね。何だか犯罪の証明または犯罪の捜査の主張が生ずるそれ。そうなんですよこれすべてじゃないですか。これ。もうこれをね。 この犯罪の証明捜査に支障が生ずるからこれまで証拠開示しないって言ってたわけですよね。今までで通りが認められるってことです、ね <laughs> ええ、でリストについてもこれが通用するんだともう多分穴だらけのリストになってしまうと思いますしかもこれは証拠そのものじゃリ,<え>リストですらこうですからね。うん うんだから、まあ、ちょっとでもプラスになりそうなこの、まあ、こ,こで言えば1番と、えー、1番下のが、うん、実はまあ同じ条文が入っていると感い,いですよね、まあ、検察の判断でこれはやらなくてもいいですよ、警察なんでやらなくてもいいですよって書いてあって、うん、でここは逆に全部捜査権限の拡大的なところが入っていると。はいはい うん、ただこれはね井口さんすごく微妙だなと思うのはね先ほどの話地震の問題つまりあの単なる主観的地震だけじゃなくてですね、うん、実際にそれによってあの本当に犯人え<っ>、えー、神様が見ていたら有罪でだ、はい、からそれをあの有罪に申し込めていた事件について。 あのそれはできなくなくってしまうと、うん、つまり本当は罪を犯している人間がね放免されるというふうなことになって野、まあ、に離れて垂れてしまうようなことになって、うん、そのことで批判を浴びてね、うん、あの警察や司法が、まあ、信頼を失墜するみたいなことを、ね、恐れるってことは、うんまあ、僕合理的に存在しると思うんですよね、えーえー、でそういう観点からするとあの、まあ、段階的にせよ取り調べの、ね、過程を、まあ、記録し公開していく全、えー、証拠も 公開していくというプロセスとやっぱ並行して盗聴法の拡充とかね刑事面積制度であるとか司法取引制度であるとかっていうことをねやっていってもらわないとやっぱり困るっていうのはそれはそれで焼け太りっていうのとは別にね合理的な要素もあるような気もするんですが私も捜査手法を改革していく必要は立法事実という。 ふうに我々読んでるんですけれどもこ今日の今の制度だとこんな不都合が生じたから変えてほしいということが明らかであれば例えば現行の通信防止法で国会にまあ報告してますけれども,もうこの範囲ではこんな事件ができなかったとか。 具体的な事実が生じて例えば今おっしゃられたように見逃したために別の事件が起きてしまったとかいうことがあれば私はそれを改革の訴状に乗せたらいいと思うんですねで。我々の目の前にあるのは村木さんの事件とか、ね、足利事件とか、ね、そういうもう先に立法事実があって、はい、こういう冤罪や誤判を生まないようにする制度を作ろうという議論をしている時にはっきりした としたら立法事実がないものを恐れ不安を根拠に制度化することは私はまだ早すぎると思うんですね。ねだから絶対やるなっていう意見ももちろんあります。そういうことをね。でも私はその立場には立たないんですけれども、どね、ちゃんと必要性が証明されれば、そうですね。議論したらいいと思うということです、ねはい。あのちなみに昨日五月一日はね、ええ、あのフアンパイロッとナイルトンセナの20年目の冥日なんですね。 で僕はもう彼のファンだったのでその裁判もですね日本で終える限り見てたんですけれどやはりあのイタリアのねあの三マリのグランプリで彼は事故使用したんだけれどあの刑事責任の追及をめぐる裁判になってしまったせいであの残念なことだけど航空機のですね事故に関する調査と同じで結局原因がわからないままなっちゃったんですよねでああいう場合にはですねあのまさに事故調査委員会における刑事免責制度と同じようなものをね設けていただければ。 あの事故の原因も分かったししかしあの事故原因が分からなかったので、ね、そのあの F1 っていうのはレギュレーションがやたらに強化されてですね、えー、全く面白くないものになっちゃったってこともあるんですね。な,うん、なのであのそのような意味で航空機事故調査委員会のような意味での刑事面積制度のようなものもね もう僕はセナの特にとりわけファンだったのでねこの裁判はひどいなと思ったんですよね。あまあ一応ここに今回一応刑事、うん、面積に入ってるんですよねうん、うん、それからまあこれはアイルトン・セナの名を出さないまでも、うん、例えば1985年の日光機事故もそうだし、えー、それから尼崎の,あの列車の脱線事故なんかもそうだけどやっぱり。 あの面積が全くないとまあ結局自分を刑事的に守らなきゃいけないので当然その本来情報を解除すればそれが原因究明再発防止に役立つ情報を持っている人も自分を守るためにはとにかくそれを隠すというのはまあ当然の権利になっちゃいますよね。それれででで面積でもなんかねこれ前に聞いいたたの先生間違ったらあの正しく,ください日本では なんかこうそういうもののために何ですか罪を犯した人間をあの許すことはなんかこう国民性に合わないっていうようなことをなんか言って,、うん、言って結局これは今のところないみたいな話これ,ないこれはそうなんですかですやっぱりそれ国民性なんですか本当に日本はそういうふうに許しちゃうっていうのは,それは分からないですねからないど,どういう国民性ですかそれ <laughs>、ええあのー、ちょっとまあ2つほど言わせていただきたいんですけれども1つ日本はですね 警察権力を使ってありとあらゆる、えー、社会の矛盾や事件を解決しようとしすぎなんですね。つまり航空機の事故の問題のように専門的な機関っていうのが取り扱った方がいいことが明らかなケースが。うんうんうん 刑事権力が介入することによって今おっしゃるような真実解明ができないこと、うん、例えば医療,医療事故です,ね典型ですよね、うん、それからその過失の範囲がものすごく広いんですね、うん、過失の刑事責任が。うん、で、まあ、最近ではですねあの、まあ、ご遺族の刑事責任を求めるお気持ちはそれとしてですね、うんうん、明石歩道橋事件とかですねもう今おっしゃったように、うん、その 刑事責だから入っててててししまっっ必要ななな情報が出てこなくなってしまうでより大きな社会の利益からするとそういう事件や事故を二度と起こさない方が社会にとって利益だというふうな合意ができるのであればねやはり何でもかんでも警察が出るのではなく例えば日航機事故でもそうですけれどもやはり別の専門機関が扱うっていうことは私は あの、もっとあっていいと思いますね。うん、で、その関係で言うと。冤罪や誤判もこれは一種の事故なんですね。うん、司法事故なんですね。うん、その原因究明の機会が日本ではないです。うん、で、航空機事故と同じように、やはりこれ重大インシデントの下には小さい目に見えないインシデントがいっぱいあるはずなんですよね。うんうん 痴漢冤罪事件でもよく言われてますけどももうやったことにして社会に戻った方がいいっていうことで認められている方がたくさんいるというふうに言われていますよね。それとなるとじゃあどうしてそういうケースが起こってしまったのかっていうことを解明してその対策をちゃんと講じないと同じことが起きる。 にもかかわらず法制審議会っていうのはもちろんそういうご犯罪の原因を究明するというミッションが与えられていないんですよねだけど村木さんや須尾さんが入ってますから当然彼らは個人的にはそういうミッションを持って入られているのでいろんな自分のご体験とか須尾さんだったら自分の知っているケースのことを持ち出すと官僚の委員たちはここは個別の事件を論じる場じゃないっていう風うに 封じてくるわけなんですね。だから、結局、あの、あ、お、愚かな経験をですね、役立てることができないうん、うん。私は、従前からですね、まあ、国会でもいいから。あの、原発事故調が。作られたように、司法の事故調査。ごはん原因の究明の独立した。調査委員会を作るように。いうふうに。 私は提案しています、うん、それができればですね,ですねやはり例えば袴田さんの,、うん、この最新無罪最新開始決定が出るまでにどれだけの証拠隠しが行われてきたかっていうことはまあ明らかですよね、まあ、マスコミもあんまりそれに乗りたくないでしょうねマスコミも多分検証対象に入る可能性が袴田事件なんかありそうですですよ。う犯罪報道っていう観点から、はいまあ、あの時の報道広かったですからね、うん、先生の、ねえー、紹介されたここはね。 個別の事件は使う場ではないっていう理屈は僕には分からなくてね。個別の事件を司法事故だと考えたらね。えー、その個別の司法事故の背後にある普遍的なユニバーサルな要因をね。取り出すべきだっていうふうな議論になるべきなのでね。で <laughs> おかしいですよね,ね。それを封じているのは、今の。あ,<ー>あの法制審特別部会の議論なんで,、ね、ですよ、ね。遠、う、隔、ん、ソーシャル事件でね。えー、今あ、先ほどちゃんに五人逮捕があったと、四、えー、件のね。で、それ一応それぞれの警察が。あの。 反省文じゃないですけど調査報告出してるんですよ。でなかなかしっかり書いてるんですよ、はい、見たところはね。はい、でも驚いたのは、はい、僕その今のね勝田敏之さんがその本当に犯人がどうか僕には分かりませんわ、うん、からないけれど。 その検察の,その特に会見があった時にね検察がこう言ったんですよ予断を持たずに片山さん証拠を見れば片山さんが犯人であるということは分かってもらえると思うというふうに自席検事が言ったんですねでそれってね全くほぼ同じような文章が実は反省文に書かれてる逆のことがつまり彼らが犯人じゃない可能性を十分に考えなかったから誤認逮捕につながったって反省文に書いてあってそれを受けた 遠隔捜査事件で全くその同じことを言っちゃってるんですよ。はい、で、予断をもたらに見みろっていうのはこれ佐藤弁護士も何度も怒ってたけど、えー、弁護側が言うことですよね、えー、犯人だというふうな予断を捨ててくださいと、はい、むしろ犯人じゃないなんてことは考えないでくださいっていう,うに警察が言って捜査しちゃうばまずいでしょうというところがあってやっぱり反省あそこまできちんと調査したのに、はい、結局はいけないそれは一つには限界があるんですね。自分たちでやってる内部調査 というところですよね原因やあのに、まあ、その経緯に関する,関する事実解明は、まあ、かなりなされてたと思うんですけれども、うん、どうしてそれ、うん、が起こったのかどうして食い止められなかったかっていうのは、うん、もっと人間科学の知見を動員しなきゃいけなくてでこれは日本だけじゃなくてですね捜査機関がどうううしてそういう あの症状に陥るかっていうので、最近はもう明らかになってて、トンネルビジョン、視野狭作現象と言われてるんですね。自分に都合のいい情報しか見られなくなってしまう。これは人間誰しも。そうなんですけれども、それが捜査機関という組織でも,もう、あの生じているっていうことはもう。いろんな国のごは研究で明らかになってきてるんですね。じゃあ、それをどうやって食い止めるかっていうことが世界で取り組まれているので、で、一つには。 弁護側に証拠を開示すれば、弁護側から見たらこの証拠はこういうふうに見れるじゃないかっていう違う視点を与えることができるんですよね。これが一番もあの的確な指摘なので、証拠の開示っていうのはそういう意味でも重要なんです。わかりました。まあだからやっぱりここの一番と一番下のこの二つがとっても大事だっていう意味ではメニューとしてはあるんだけど、残念ながら中身はさっき申し上げたように検察が もうやるべきじゃないと考えたらやらなくていいっていう、まあなんていうんですか、絶対裁量条項が入っているっていうのが今の試案だということはあの肝に銘じた上でで、すねちょっと皆さん見ていっていただきたいと思います。まあこれまだ試案なので、これ,これから、ただちょっとまあどうするつっ,っても、本当にパブリックコメントとかがあるような類のものじゃないでしょう。 会議にも上がってないです,、ね、いですから、うん、ただまあまずは注目していくっていうことが大事と思いますので、でねはい、これちょっと引き続きですね、はい、これがどうなっていくのか、ね、ちょっと見ていきたいと思いますので、はい、あのまた井口先生あの引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。